ストライクショット。こんにちは、エクストライクの中のサナバ長ベビーカクです。はい、というわけで皆さん明けましておめでとうございます。おめでとうございます。明けましておめでとうございます。頑張ります。はい、今年もよろしくお願いします。はい、今年もよろしくお願いいたします。というわけで新年早々一発目の動画がこちら、はい、じゃーん。新爆絶エスカトロジー使ってみた。使っていきましょう。はい、では見ていきましょう。こちらじゃんと飛行回復 S ゲージでアンチ重力バリア、はい、そして友情コンボが衛星弾4に、うん、副友情で毒核3、8と。はい、なるほど。なんじゃこりゃ衛星弾って。衛星弾とりあえず、はい、反射なので、はいはい、ちょっと自由にこんな感じでございます。はい、おいしょおいしょ。おー、うわー、なんだよ今の。あ、爆発だから。そうですね、誘発されて衛星弾が出ていましたね。自分なんか周りに4つぐらい何かが回ってるね、衛星が。ちょっと当たってみてください。はい、よろしくお願いします。こんな感じでいいんじゃないですかね。はい、おー、当たった人につくんですね、その衛星弾が。割とずっと回ってるね。そうですね、しかも結構威力高い気がする。当たったら消えるとかじゃなくて、うん、ちょっともう一回定期間回り続けるのかな。あ、ついて、ほう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 。このこれぐらいの距離感の人に対して一定時間ダメージを与える。そうですね。あ、その間に鬼にやられてる。うまい。おお、こういう感じ、こういう感じ。綺麗に見えましたね。綺麗に見えた。何も倒してないけど、はい、見たかっただけです。はい、うまい。回復しつつ、おお、素晴らしい。誘発して飛行なんでね。あ、そっか、マインも無視できるので地雷も OK で、はい、かなり使いやすい。はい、これちょうどなんか一直線上にいるので、うん、いいですね。おーしょ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 ー、回っております。いつもよりすごい。まあ、自身の弱弱も入ってますけど、うん、そうですね、友情でもほぼそうね140万ぐらいは出てたんで、うん、威力すごいな。強いね、これ強い。ストライクショットです。はい、行きたいと思います。こちら、はい、じゃんと味方全員で十字レーザーを撃つ。へえ、これなかなか珍しいやつですよね。ファイルとかも。そうですよ ね、 ね。ではこれはムラクモのキラが乗るのって、サンダラもあれだよね。そうですね、からそれを中心に考えるとこの辺かな。そう、このぐらい、うん、そうね、そういう感じかも。いきます。天の裁きは下された。絶望の痛くなった。すげえ、はい、ムラクモの方が強かったかな。ですね、外力入って弱点に入って、この子エスカトロジーで絶望も入ってる、ね、そうですね、入ってますね。ここ処理もできるし、ボスにもあの威力が出せる。ございました。はい、ではステータス見ていきましょう。はい、というわけでステータスはこちらでございます。はい、今行ったのは山竹ゼロでございました。はい、山竹ゼロに行きました。いや、面白かったね。面白かったです ね、かなり友情が面白いですね。 SS も超強かったしね。超強かったです。はい、まあ、飛行とかでね、うん、マインが避けれるのと、はい、回復 S があるので、はい、かなりいいですね。はい、はい、お会計とかありますか。他は、うん、超絶だと、まあ、リョフとかアンチ重力バリアですし、うん、まあ、友情コンボがかなり強いので、もうあ、シャキシャキ。そうですね、かなりあの、うん、なんていうんですか、雑魚処理が結構しやすいかなと思うので、うん、あのアンデッドロンロンとかが結構処理便利かなと思う、はいはいはい、確かに雑魚処理にも良さそうだよね、うん、いいと思います。はい、はい、あとはゼロも行きましたけど、多分山とタケルも、あ、そうだね、はい、アンチ重力なのでかなり行きやすいかなと思います。うん、気をつけて、はい、はい、っていう感じですかね。うん、あと覇者の塔の27回とか、うん、27回、はい、あと32回、うん、38回、あ、まあ、その辺も結構いけるかなとは思います、うんうんうん、確かにダバービだからね。そうなんですよ、結構いけるとこ多そうだね、うん、はい、かなり素敵なプラレスでございました。はい、ポイントはこちら、じゃん。新友情コンボの衛星弾でございますね。はい、衛星弾、はい、こちらマジで強かったです。面白かったしね、はい、貫通との相性もいいですし、はい、これはすごい使いたいね、はい、面白かったです。いろんなところで使ってみたい、うん、こういうとこでこうやって使うといいよみたいなとかね、はい、研究していただければと、はい、思います、思います。はい、以上以上、じ
心拍絶エスカトロジー使ってみたでございました。はい、このエスカトロジーなんですけど、はい、1月中に3回降臨が来まして。あ、そうなの？そうなんですよ。で3回どれかでもいいんですけど、うん、その1月中に、うん、クリアできると、うん、正月バージョンのエスカトロジーのイラストのキャラがゲットできるというミッションで、あ、ミッションで、はい、ということになっているので。なるほど、クエストじゃなくてこのキャラが、はい、絵がゲットできてってことですね。そうです、そうです。ミッションにてお正月バージョンの、見てみたい、エスカトロジーゲットできるのでというふうになっておるので1月中に、はい、頑張ってみてください。はい、はい、では、バイバイ。ご視聴ありがとうございます。2018年もモンストと公式チャンネルをよろしくお願いします。中の人放送局もあるよ。みんな登録してくれよな。見てくれよな。あれ、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 あれ